では、都市部では、特に若い女性の間で人気がありますね。それに、日本食はヘルシーで低カロリーだからだそうです。では、どうぞ。ベイ LA にあるリトル東京で食べられる本格的な日本食を紹介したビデオが話題になっていました。米国で人気の日系人俳優2人をゲストに加えて、本場の日本食が集まるリトル東京で食べ歩きツアーを敢行しています。そんなビデオには、米国の人たちから多くのコメントが寄せられていました。リトル東京、通称ジャパンタウンに来てる。かわいいジャパニーズテレビのホストを務める女優ナリサ。スターの卵、テラスハウスでおなじみユウスケも一緒だ。丸亀、モンゾ。手打ちうどんを提供する特別なお店だ。冷やし梅うどん、明太イカバターうどん、ウニクリームうどん。半熟卵の天ぷらは他ではないよ。冷たくてさっぱりしてるし、パンチが効いてるから夏にもってこい。末広カフェ。45年前からあるお店だ。お気に入り。遅くまでオープンしてる数少ないお店。午前3時までオープンしてる。ハヤシライスは、ご飯にのせたビーフシチューみたいなもの。カツ丼、俺は日本人じゃないけど、家庭料理の味は感じるよ。お勘定の時は、すみませんって言うらしい。がぜん。豆腐のテイスティングから。黒ごま豆腐、寄せ豆腐、すくい豆腐。醤油とわさびがよく合う。アイスみたいだね。ガーリックエビ、隠し味にオレンジジュースが入ってるでしょ。わさびをそっちに避けたから。俺も食べるから。みつるカフェ。50年前からやってる。今川焼きで有名。めっちゃ熱い。ふわふわしてすごく美味しいよ。三河屋もちアイス。もちアイスブームの原因を作ったところ。もちアイスは日系アメリカ人が発明した食べ物だ。抹茶、黒ごま、ストロベリー、梅酒、クッキー&クリーム、バターペカン、マンゴー。梅酒はうまいと言わざるを得ない。にじやマーケット。日本人ってちょっとクレイジーだよね。面白いことを思いつくって意味で。LA のストリートウェアブライド、ジャパンジュルスの創設者ロイに出会った。LA に来るなら来た方がいいよ。デートにもってこいの場所かも。緑、抹茶。抹茶ココナッツドリンク、抹茶ラテ。抹茶クロワッサン、抹茶エクレア、抹茶ナポレオン、抹茶シュー。甘さ控えめでパーフェクトだよ。抹茶ココナッツ、オーガニックの味、すごくヘルシーな気分になる。海外の反応。テラスハウスのユウスケがいたからビデオをクリックした。ナリサがこのビデオを見てる唯一の理由だよ。テラスハウスの彼が大好きだった。すごく純粋でめっちゃ可愛らしい。ユウスケだ。最高。テラスハウスに夢中になってる。ナリサは発音が完璧だね。彼女は本当に美人だね。彼女もポカリスウェットにハマってるの？私も夢中だよ。日本文化が大好き。フードが一番好きで、人々がすごくフレンドリーだから知り合うのが楽しい。ドラマもすごく面白いね。いつか日本に行ってみたいよ。あのウニうどんは最高だよ。緑、抹茶も大好き。ラーメンならモンゾの横の大黒屋がいいよ。緑、抹茶は LA に行った時に楽しみにしてるお店だよ。子供の時からミツルに行ってるよ。今でも LA によると今川焼きを買ってる。LA のリトル東京のお気に入りは紀伊国屋書店だよ。品揃えがすごい。文房具も面白い。バターペカン餅アイスを食べてみたい。LA だけでもジャパンタウンが3カ所もあるのか。リトル大阪が LA のもう一つのジャパンタウンだよ。歴史は浅いけど、クールなレストランやお店がある。ホノルルが非公式のジャパンタウンみたいになってる。お店やレストランがいっぱいある。ドン・キホーテまであるよ。日本の影響がかなり入ってる。クリーンでヘルシーなテレビ番組が見られてすごく嬉しい。白人の番組は白人だらけだから。アホな白人の仙人面しててキモすぎる。
テラスハウスシーズン3はオーストラリアだから、次のユースケはコアラかな。また日本でやってほしいよ。和食はヘルシーだと盲信している人が多いです。動物性脂肪などが他の国より少ないせいだと思います。その次に、日本食はヘルシーという評判じゃないでしょうか。しかし、実際のところ伝統的な日本料理、特に東北あたりのは塩分が強すぎると聞いたことがあります。スペインの料理に比べると、油の使用量が圧倒的に少ないですね。